2016年7月26日、中国の掲示板サイトに、日韓と中国との収入の違いと題する書き込みがあった。書き込みには、2015年の中国の平均年収が5万849元、約80万円で、月収では4237元、約6万7000円だと紹介。一方の日本は、平均年収が397万円、月収だと約33万円。韓国は、平均年収が3450万ウォン、約320万円、月収だと約27万円だと紹介した。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。中国は人が多いから。やっぱり、人数の多さが問題なのでは。いずれにしても、俺は、支払いに対して給料が足りないと思っているが。収入ではなく、購買力を見るべき。発展途上国と、先進国の収入を比較しても意味がない。中国は国が豊かではあるが、国民は。日本は、毎月の給料で、iPhone が3台買えるけど、中国は、2ヶ月の給料で1台だけ。中国の平均月収は4000元なのか。俺は、だいぶ、みんなの足を引っ張っているようだ。中国の平均月収が4000元だって？年収が3000元もいかない貧困層が7000万人もいるのに。どんなに収入が多くても、日韓とも正常な国家とはなっていない。これは、2015年のデータであって、16年は変わっているかもしれないだろう。日本は、バスの初乗り運賃が7元、約100円するのだから、2万円、約32万円以上の、月収でも、中国で、4000元、約6万3000円の月収とあまり変わらない。